はい、こんにちは。速稼塾の久保です。今日もですね、速稼塾の放送をお届けします。私の住まいの近くにも、当然ですね、この放送を見てくださってる方いらっしゃって、またね、速稼塾の塾生さんいらっしゃるんですよ。まあ、それでね、お会いすることもあるんで、非常に嬉しいなと思うんですよ。以前、広島でやってる時は、半径2キロ以内の人が塾生だったんで、まあ、すごく交流が盛んだったんですよね。どんどんこう、速稼塾のフェーズが広がっていって、私もね、住まいを変えたり、会社を変えたりとかしているうちに、まあ、近くにいる人っていうのが、あ、結構こんなにいるんだな、とね、改めて、感動するばかりでございます。もちろんね、東京とか大阪とか、北海道とかね、鹿児島とか、遠くから私のところに来てくださる方もいるんですけども、やっぱりね、近所の方っていうのは、ひときわね、嬉しいものがありますよね。で、今回は近所のね、本当にすごいごく近所の K さんのメッセージについて返信しようかと思います。僕も動画で気になっていた久保さんのカメラ注文しましたということで、これね、 S6900 古いカメラでしょ。古いカメラなんですけど、これで十分なんですよ。で、1万円前後とか高くてもね、3万円しないぐらいで買えるんで、すごく使い勝手がいいんですよ。このバリアンブル液晶ね、これぐるっと自分の方に向けて撮れますしね。それから、まあ、落とすことはないと思いますけども、落としてもね、壊れにくいですね。こういう風な、フラットな形の突起がないやつはね、すごくいいと思います。録画もできますし、まあ、録画あんまり長い時間できない。15分くらいじゃないかなと思うんですけどね。で、撮影もね、ここのボタンがいいですよね。自撮りがこうやってできるんですよ。すごくいいですね。親指でできるの。うん。すごくいいと思います。まあ、これを買ったということでね、12,780円。お、安いですね。いい買い物でしたね。アマゾンかメルカリは売り切れ。うん、確かに。はい。で、今回ね、ご指摘いただきました。こと線に触れると話している。これね、金線に触れるっていう言い方もありますよね。で、こと線に触れるって何で言うかっていうと、喋るときと書くときってちょっと違うっていうふうに私はね、判断してるんですよ。書くときっていうのは、ことって書いて、線って書いて、金線に触れる。こうやって書けるんですけども、喋るときって、このね、金線に触れるって言ったら、お金の線っていう風に勘違いしたりね、他のことを連想されてもいけないんで、こと線ってわざわざ言ってるんですよ。音読みと訓読みを喋るときと書くときって、音読、訓読って言うじゃないですか。これね、わざわざやってたりするんですよ。で、重複っていう漢字がありますよね。これ重複って読むんですけども、重複って言うと、わかりにくいんで、重複ってあえて言うときもあるんですよ。だからね、なんかまあまあ、どっちでもいいって言えばいいんですけどね。そんなに深い意味はないですからね、すいません。で、次、上位下達のことを上位下達だと思っていたということなんですけど、これね、上位下達っていう風な言い方はあるんですよ。上位下達っていう書き方があるんですよ。それを逆になっちゃうこともあるんですけども、これも同じで、上位下達って言った方が、下っていうことを連想しやすいんですよね。上位下達っていうのは、あくまでも書くときに、上位下達っていう読むらしいんですよ。まあ、これ本当かどうか知んないですよ。すいません。漢字ってのは、書くときの読み方と言うときの読み方って違うっていうのがあるってことは私もね、ああ、なるほどなぁと納得するものがあって、まあ、使い分けたりしてるんですけども、今回ね、ご指摘いただいたことに関しまして、こうやってね、動画がまた一本できるんですよ。これすごくないです。面白くないです。だから私ね、アウトプットするのすごい得だなぁと思うのは、何かを話してるときに、あれ？久保さん、これ、こうですよねって言われたことについて、私も気づきがまたあったりとか、あ、なるほど、そういうふうに捉えるよねっていうふうに、納得感があったりするんですよね。だからこれを繰り返していくことによって、どんどん距離も縮まりますし、自分の発信したい内容がどんどんね、フォーカスされていくと思うんで、ぜひね、Kさんもね、発信することやってみてください。すごく交流が生まれたりとかして、気づきがあったりとかして、発信してね、得なことしかないですんで。本当に発信して、なんか危ないことがあるんじゃないのとかね、不特定多数の人の前に自分の動画を出すなんてって思うじゃないですか。まあ、人は見ないですから。だって動画出したところで、再生数が30万回、50万回っていうことになると、不特定多数の人ですよ。でもまあ、そんなにね、見られないですから。私も毎日動画上げてますけども、まあ、せいぜいね、数百人ですからね。まあ、その数百人の方と関わりを濃くするために、また発信するって形ですんで、特にね、私のことを嫌いだっていう人のために発信してるわけではないですからね。私と仲良くやっていきましょうみたいな感じの方ね。これ、Kさんのように、私と一緒に仲良くやっていきましょうみたいな人のためにやってますんで、ね、楽しいと思いますよ。はい、間違えてるのかなーっていうことなんですけど、ね、間違えてることも結構あります。すいません。間違えたまんま来てますんでね、何を隠そう、私ね、義務教育が相当レベルが低いんですよ。小学校、中学校、高校ってね、まともにね、授業も出なかったんでね、ちょっとグレてたんで、私はちょっとその辺のことを突っ込まれて弱いんですよ。ただ、受験の漢字とかは割と代々木済みなので、大学入る前やりましたんで、得意な分野とかね、うんちく語る部分はあるんですけども、結果、
お金が稼げればいいのかなと思ってたりするんですよね。はい、そんな形でございます。同い年でね、Kさんというのは47歳同士ですごくいい関係だなと思いますんで、これからもますますね、楽しくやっていきましょう。ぜひね、これからも、こうやった、いろんな気づきとかね、ご指摘いただければ幸いでございます。本当に今日もありがとうございました。これからもよろしくお願いします。